ばんわお。8月14日水曜日、時刻は19時を回りました。はい、この時間はわお足立わおジャパンの放送の時間です。この番組では最近何かとテレビでも取り上げられることの多い足立区を舞台に、わおな人やわおなことわおな場所などを探検していきます。そして MC は私、地球ワクワク探検隊隊長の姉ちゃん小笠原と山岸義政と、そしてパロ君と愉快な仲間たちです。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。この番組は株式会社キャンインターネット放送局 CA 部7階ブースから配信してお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。senju@caebu.jp までメールしてください。お待ちしております。はい、はい、ということで、そうですね、夏休み真っ最中ですね。はい、本当急に始まりましたけど今日、はい、あのオープニングどうしたんですか。なんかこう登場してたじゃないですか今まで。はい、はい、今日なんかちょっと座りたい気持ちに従ってみた、ね、従ってね、うん、なんかちょっと今日は違うバージョンで、違うバージョンでやってみたいな。夏休みバージョンでお送りしてますけども、はい、そうです、お休みってことで。そうですよねどうですか夏休みは。夏休みですか。でもなんかいつも毎日が夏休みのような、おー、さすが姉ちゃんさすがですね。気持ちなので、はいはいはい、改めてっていうことではない。そうですね、特別なことはないですけど、やっぱりお盆っていうことなので、はいはいはい、うん、お墓参りは行きました。お、えらい。今日行ってきましたよ。東京にあるんですか。千葉です。はい、あ、千葉の方に、うん、あ、割と近くなんですね。そうですね、車で1時間ぐらい場所なので、うん、はい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 、はいはい、今日行ってきました。混んでませんでした。道も全然混んでなくて、お、それはいいですね、いいですね。はい、行けましたね。どうしてますか。僕は、はい、昨日仙台から帰ってきまして。お、はい、夏休みしてますね。夏休みしてるんですよ。へー、まあお盆ということもあるんですけど、はい、まあ道が大変。そうだよね。あ、なんかそのお盆分散しよういや、そう思ってるんだけどね、世の中がやっぱり集中してるんです ね。いやだから、どれぐらいかかりました。だいたい通常だと仙台までって、はい、まあ、4時間半ぐらい、うん、あ、ぶっ通していけば、うん、だ、まあ途中で休んだりっていうのはあったとしても、はい、まあ、4時間半から5時間ぐらいで着いたりするんですけど、はい、8時間弱、7時間半とか倍もかかったんだ。はい、かかりまして大変だったね。いやこれはね、なんだろう、こう、お盆って何、うん、でもやっぱりその時期にあれなんじゃないですか、あのご先祖様とかの、ね、いやいや、うん、魂が戻ってくるっていうね、うん、ことなんで、ね、やっぱその時期が何かがある時期なんじゃない。いや、そうだよね、それはそう、本当にそう、目には見えないけれど、うん、だからまあその時期はね、ずらせないとは思うんだけど、はい、なんかね、確かにね、なんか方法が欲しいね。東京なんか空いてるもんね。空いてる、お盆の時期ってね、うん、東京は空いてる。やっぱ東京の中でなんかするんだったらすごく空いてるんだけど、はい、東京から出るまでっていうか、うんうん、その地方に向かっていく、うん、その出るまでがめちゃくちゃ混んでるから、東京内でなんか やりたいね、お盆そうだね、東京に住んでるものとしては、うん、そうですよね。でもなんか久しぶりに自然の中に行ってきましたよ。お、どうでした。はい、やっぱりね、うん、まあ、僕は姉ちゃんさんと違って毎日っていう感じではないんですけど、うん、やっぱたまに行くのはいいですよね。はい、いい、あと涼しい。ああ、そうなんだ。涼しい。涼しかった。ね、30度は行ってないと思う。へえ、仙台だから、うん、そうかな。うん、なんか天気予報見ても割と仙台って涼しいんだよね、気温見ると。まあ、まあ、東京よりはね、北っていうのもあるし、北海道は暑いね。あ、そうなんだ。札幌は暑いんだけど、その、うん、なんか緑が多いからなのか、うんうん、多分28度とか9度とか、あ、それぐらいだったらまだね、すごく過ごしやすい、うん、しかもなんかやっぱ地面がね、土っていうのとコンクリートはだいぶ違うよね。う、照り返しがないし。な、僕はもう、はい、満喫してきて。自然遊びは何をしたんですか。自然遊びは、うん、自然遊びはもう姉ちゃんさんでしょ。まあそうですけど、まあ、まあ僕は、はい、どっちかというともう行ったら食べることとか、あ、牛タンとか、あ、そう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 、
牛タンも食べたんですけど、はい、なんかね山の上にポツンと古民家みたいのがあって、うん、そこでお蕎麦を、いいね、なんかねこだわってて、うんうん、そのそこのお水がいいみたいな方がやって、もう結構長くやってるんですけど、うんうんうん、そこに行ってお蕎麦をいただきまして、景色見ながら、はい、田んぼの中にポツンとあるんですよ。だからそこだけ、そこにめがけていくしかもう用がないっていうか。なるほどね、うん、そこに通ってる車みんなそこに向かってる、はい、そうみんな向かってるんだけどそんなにいないっていう、どうやって行っていいか分かんなくて、うん、最後、はい、あぜ道みたいなとこ行くの、うんうん、だからすれ違えないから、へー、向こうからそんなに細いの、食べ終わって帰ってくるお客さんがいると、うん、途中でもどっちかがこうさ、バックするみたいな、バックしないといけないみたいないいね、そういうところに、やっぱ日本というか東京ではない、うん、ないないないことがやっぱりね、味わえるね、はい、僕はもうちょっとそこは満喫してきましたけども、はい、よかったね、夏休みしてますね、うん、まあそうですね僕もネイチャーさんみたく、まあある意味毎日夏休みみたいなもんなので、まあそうですね、うん、自由業でやってますけど、うん、でもね、4日ぐらい行ったのかな、うん、あ、そんなに行ってたの、そう、この、うん、自分でやり始めてから4日丸々何もしてないって多発かもしれない、うん、まあ、でもたまには必要だねきっと、うん、なんかもう入んなかったんだよね予約もね多分、うんうんうん、なんかちょうどね、そうそう、ちょうど入んなくて、じゃあお休みのしなさいってことだったんですね、そうです、そうです、はい、そんな感じで、なんか、はい、いい顔してますよ、ありがとうございますありがとうございます、すっきりしてますよ、いろいろありがとうございますそうですね、はい、はい、じゃあそろそろ、そうですね、動画に行きましょうかね、そうですね、そうですね、では今回前回ね、はい、ロケ動画行け、はい、あったんですけどちょっと出せなかったんですけど、そうですね、今回はロケ動画を撮ってきたんですけど、はいはい、私が一番見てほしかった、うん、お、はいはいはい、イベント足立区のイベントを、ね、はい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 、ロケで行ってきました、行ってきましたよ、うん、それは足立区の花火大会です、お、これはもう、まあ、前回のね、うん、放送の次、うん、その週の土曜日だったかな、そうです ね、うん、だからもう終わってはいるんですけどね、うんうん、7月20日、はい、いやもうね、うん、今年僕初めての花火大会、はい、まあ、今年っていうかまあ最近ではかなり、うん、久々ね、生でね、うんうん、やっぱこのさ、ドーンってくるのがいいよね、音が、そうですね、ドーンってくるのと、はい、あと今ほど暑くなかったかな、確かに今よりちょっと涼しかったね、うんうん、川でやったっていうのもあると思うんだけど、うんうん、今ほど暑くなかったっていうのもあって、うん、すごい心地いい空気感というか、はい、うん、で見れたのでね、よかった、じゃあその雰囲気をね、はい、少しでもちょっと味わっていただこうと思いますの で、はい、動画をご覧ください、どうぞ、どうぞ、皆さんこんにちは、心の宝を探し出す地球ワクワク探検隊隊長の姉ちゃん小笠原と山岸義政とパル君です。今日は夏ということで、はいはいはい、足立区のね一番のメインのイベントがありますので、はい、行ってみたいと思います、いよいよ、いよいよ、わお足立でもあれですね、はい、はい、あれを行きたいと思いますので、はい、行ってみたいと思います、はい、それはじゃん、足立の花火大会です、ちょっと楽しみですね、山さんも初めてですよね、初めてですよ、はい、楽しみです、そして今日はなんと海外のお友達も一緒に足立の花火を見に行こうということで、はい、お友達を紹介します、それではどうぞ、はい、じゃーん、おしゃれ、ウズベキスタンからやってきた海田くんです、今日は一緒に花火大会へね、うん、はい、行こうと思いますのでこれから出発したいと思います、しますOK 行ってきまーす、レッツゴー、焼きそばありました、焼きそば大丈夫でしょ、焼きそば買います、ゲットしました。何これ、チーズハッタグ、とりあえず今チーズハッタグを、はい、ハットグ、ハットグ、
発見して若い子しか並んでないけど、はい、まあ、うちらも若いから若いからです、並んでみます並んでるやん。ゲットしましたよ。はい、出ましょうか。はい、ポテトレーラーチーズホットクです。フランクフルトをゲットしまーす。はい。ジャンボフランクゲットしました。いやいやいや、ジャンボすぎない。ジャンボすぎるでしょ。お腹すいた。うん、いいね、食べたい。行こう行こう。野手に登ってこれからこの先で座って花火見ます。はい、ということで今土手に座ったのでこれからご飯食べて花火見ます。これ行きますね。うん、あのアメリカンドッグの中にチーズが入ってます。おいしい。どうでしたか？いや、楽しかった。楽しかった？めっちゃすごいよ。でしょ、足立区の誇りです。いや、いいですか、ちょっと、はい、すごい花火1万発以上なのに、うん、意外とそんなに混んでない。そうなんです、土手が広いから座って見れます。ネイチャー理論だと土手が広いからですけどいやいや、不思議でしょ。うん、しかも川が近いせいか涼しい、はい、そうそうそう、うん、今日は涼しかったね。ね、すごい。そう、こんな感じで足立区の一番のメインの、ね、イベントなんで、ぜひ皆さん来年毎月ね、毎年第3土曜日、7月の第3土曜日にやってるので、ぜひ見に来てください。ひどくんずっとやってるで、こうやってということで、またね、バイバイ。はい、思い出したね。なんか すごい前の話。そうだね、1ヶ月も経ってないのに、うん、いやいや、でも、うん、今見ても、はい、やっぱりすごいわ花火ね、うん、なんか画面でね、この後ろの大きい画面で私たち見てたので、うん、結構花火がね大きく、うんうん、見えて迫力がね、いや思い出したよね。思い出すし、画面で見てもまあまあすごいね。もちろん生でね、うんうん、あれですけど、うん、伝わってくる。伝わってきたね、うん、ちょっと今回見た時は少し、はい、混みすぎたら座れないかなと思ってちょっと離れたところで見たのよ。あれでも、うんうん、でもっと奥まで歩いていくと、うん、本当に近くで見れるわけ。なるほどなるほど。だからまあ来年は、うん、もう近くに朝席取りして、あ、え、場所取り、そのあれは本当に何も取らずに、う
どれぐらい時間結構直前ですよね。そうね、7時半にスタートするのに7時ぐらいに多分だよね、7時過ぎぐらいに着いたんじゃない。それでなんか普通には座れましたから、まあちょっと無理やり感あったけど、まあそのそうそうそう、まあ一応その土手だから自由だから、はいはい、うん、どこでも行っちゃいいじゃない、うんうんうん、だけどその近くに行くとやっぱ朝から席取りみたいのしないと。そうね、あ、まあ、シートとシートの間本当に多分ちょっとしかないと思う。すごい大きいシートで、そうかそうか、あのご近所の方たちは家族とかさ、うん、会社の人たちとかで見に来たりするから。そうか、あの線路の鉄橋みたいのがあるじゃない、うんうん、あれより向こう近いっていうのは、そう、ああそれはすごそうだね。はい、でそこ行きましょう。じゃあ来年は席取りしよう。うん私やらせようとしてる、近いからみたいな。いやいやほらやっぱ近いしね。まあそうね、わかりましたよ。いやいやでも、はい、あのそれでも、うん、我々いたところからでも、うん、あの僕の中ではそんな遠いなんて思わなかったですよ。あ、そう、はい、いやだいたい生で見たら、うんうん、あれぐらいでしょっていうぐらいの距離感、はいはい、へえ、音も響いてくるし、あれがすごいんだよね。私も本当に小さい時から、うんうん、あれを間近に見てるんですよ。あれをね、はい、あの花火大会を毎年小さい時は、うんうん、こうおばあちゃんとかおじいちゃんとかが席取りしてくれて、うんうん、そこでみんなで家族揃って見るみたいな、はい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 、あのね、こういう感じで育ってきたので。そうか、いいよね。やっぱあれを見ると夏来たなっていう感じがするわけですよね。いいよね、なんか あんなに。いやほら隅田川さんと比べちゃいけないのかもしれないけど、うんうん、やばいんだって。いや行ったことある一回、私も。漕ぎ方がすごいよね。すごいのよ、もう歩けないじゃん。そう、なんでなんだろうね。なんでなんだろうね。いや距離感的にはそんなに変わんないじゃない。そうよ、結構お隣さん的なね、うん、話だから感じじゃない、うん、なんなの。いやそうそう、だから私も同じく行ってみて、うん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 、あ、もうこれはいけないって思ったの。そう、いけないよね、うん、楽しいより大変が勝っちゃう感じ。わかる、うん、わかるよ。ですよね、うん、なんか整理券とかで区画されてたりし、今わかんないんですけど、僕とか行ってた時はなんか区画されてて、あるある、うん、それもなんかそれを探すのも大変で、その現場に行くの。そっか、着いたところですぐ番号見つかんないんだ。そうそう、見つかんないから、うん、その場所まで行かなきゃいけなくて、はいはい、みたいなのも結構あって。でも、あの足立区の方は自由ですからね。そう、整理券もなければ、電車しかも割とね、降りてから、あの高架下はすぐに普通に広々歩けるし、うんうん、歩ける屋台もあるし。いや、本当ですよ、何なのマジ何なんて感じ。いいでしょ。いい、いい、いい。いや、変な話、本当に狭間なんじゃないの。そうよ、あ、それでも有名なんだけど、約70万人の方があれを見に来てくれてる、うん、足立区へ来てくれてるので、はい、多いとは思うんですけど、その割には本当にあの大変っていう感じじゃなく見れるんだよね、うんうん、歴代行った関東近辺の花火大会の中では、うん、群を抜いて空いてるいや空いてるって言っても70万人だけど、いいそう、だけど群を抜いて空いてる。でもやっぱ場所もあると思うよ、ちゃんと道路封鎖されて、うん、あそこの高架下も結構道幅広いじゃん、広い、あえてなんか結構隅田川のとこ住宅街とかさ歩いていくじゃん。そうだね、確かにそうだ、それはそう、うん、だからあそこの高架下と、しかも階段登ったらすぐ土手でバーって広がってるから、うんうん、やっぱその効果はあると思うよ。いやそうか、うん、俺ほんと不思議だったもん、なんかだから楽、まあ、ある意味楽ちん。そうでしょ、うん、気軽に行ける、気軽だし都内で人のこのうわーってなってないし、はいはい、そんなに何なんだ、あれ、あのたまたまじゃないでしょ、あの日。毎年あれです。毎年あれなんだだから結構私はおすすめしてるんですよ、うん、都内の花火大会で。いや、だとしたら絶対おすすめです、群を抜いておすすめでしょ。うん、あ、そうなんです。もちろんごちゃっとしてる方が好きみたいな、うん、夏みたいな、うん、だったら場合は隅田川さんとか、うん、ね、行かれたらいいと思うんですけど、うん、割と快適に感じたいみたいな、はい、花火見たいっていう方は絶対足立区、ぜひ足立区へ。はい、北千住駅から1駅ですもんね、うん、北千住駅の方側も花火打ち上げ会場の方だから、うん、そっちからも見れるし、そうか、土手だから両側から一応見れるんですけど、私たちは今回小杉駅っていう、はい、東武スカイツリーラインの小杉駅、もう
まあちょっと変な話ですけど、こじんまりとした、はい、そうですそうです、普段は住宅街のような、そうですよね、あと刑務所、刑務所高校受験のところに拘置所か、あ、はい、があって、はい、あの、はい、結構有名な方々がそこの結構有名な方々が、ね、はい、中に入って、あ、そういうね、またお姉さんにいじられそうなところですね、はい、はいはいはい、いうところも、うん、半分はそこにいるんじゃないかみたいな、そうですね、言われたりすると思うんですけどそれがあるんですか、はい、全然そんな感じしなかった、あったりするので、はいはい、まあ、そういう場所なんですけど、はい、もう土手まですぐですもんね、そう、駅降りたらすぐじゃん、ね、目の前じゃん、ほんとすぐ、うん、北千住だとやっぱ15分ぐらい歩きますからね、そうですそうです、土手までね、はい、うん、いう感じなので、ぜひ皆さん、いやいや、あの、お越しください、海野くん、あ、そうですねはい、はい、ウズベキスタンの、ウズベキスタンの海野くんは、はい、めちゃくちゃあの静かな、はい、もの静かなね感じだったけど、はいはい、花火の後はとても興奮していたよね、いや、こめちゃくちゃ動画撮ってたよね、ずっとこう撮ってたから、ずっと撮ってたもん、だからあの国のお友達とか家族に送ってあげてんのかなと思って、うん、ちょっと嬉しくなったよね、いや、ほんとずっと撮ってた動画、あとなんか明るさとか超こだわってたそうだったんだ動画のへ、これどうですかとかつって、明るさどうですかねみたいな、嬉しいね、うん、すごい言ってて、すごいこだわってたから、そう、なんかあんな風に喜んでもらえるとね、やっぱ日本と人としては嬉しいよね、うん、い、正直、うん、ウズベキスタンってなイメージがあんまなくてないなんじゃない、うん、どこみたいな、うん、なんとなくロシなんとかスタンだから、うん、旧ソ連というかロシアの、うんうん、ところなんだろうなっていうぐらいで、うんうんうん、だけどなんかウズベキスタン料理も、そ、あ、そう、今度一緒に行きましょうってね、誘ってくれたんで、誘っていただいて、日暮里の方にあるって言ってたので、はい、なんかそっち行ってみたいなと思うんですけど、うん、彼から結構聞いてて、あの、あ、その後、はい、ウズベキスタンのこと、うん、でちょっと行こうかなと思って、すごいね、うん、そこまで行った、すぐ今年、去年、あ、今年来年とかって分かんないですけど、うん、まあ、それせっかくご縁だし、なんか行ってみようかな、まあ、確かにね、なかなかないご縁がつながりましたからね、はい、なんかね、私の友達の旦那さんか元旦那さんかお越しだったんだけど、うん、そうそう、結構大事じゃないの大事だけど、うんうん、そこの旦那様が言ってたのは、うん、ナッツみたいな系のデーツとか、ああいうのがすごい美味しいやつがあるらしいよ、はい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 、どの方かが分かりました、うん、なん、確かにウズベキスタンだった、え、ほんと、あ、多分会ったことない、嘘あの姉ちゃんさんの昔のお宅でやった時にいらっしゃってた方じゃない、はい、うん、あ、そう、女性の方はそうよ、あ、そうそう、女性の方はそうだよね、女性の方はそうそうだよね、そうそうそう、はいはい、どこルーツか分かりました、はい、はぁ、っていう感じなんで、なんかそういうフルーツね、うん、食べてきたら、いや、そうですよね、体の中もリフレッシュされそうじゃん、その、なんだ、あの、世界遺産のサマルカンドっていう、うん、ところしかは知らないから、うん、はいはい、そこは行ったこともないし、あまりイメージもないけど、世界遺産だってことは知ってるから、うんうん、まあ、それで聞いてたら、なんかそこの世界遺産の中でも、うん、ここがいいとか、はい、すごい教えてくれたし、うんうん、まあ、ちょっと行ってみようかなと、じゃあ海戸くんに聞いてね、はい、ぜひ、はい、行ってみてください、はい、ということで一旦ここらで CM に入って後半へ参りたいと思います、はい、では CM どうぞ、どうぞ。小野浩平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市、勤務職を7年ですね、田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。
名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれてる森の方は僕は1年生のそっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが海洋支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。お名前は藤原理沙です。パッチ新店舗の立ち上げから委員長をやらせていただいて、一応なんかあの全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わっていたい。進めていきたいと思います、はい、でまずですね、さっき前半に花火大会の日程、毎年7月の第3土曜日っていう風にお知らせしたんですけれども、はい、なんと来年は2020年オリンピックが控えてるということで、はいはい、日程が違うそうです。はい、いつでしょうか。はい、5月の最終土曜日ですね、5月30日の土曜日、はい、来年はちょっと早めにやるそうなので。なるほど、ちょっと涼しい感じでね。そうですね、はい、要注意ですけども、はい、あのまあ、オリンピックだから、まあ、どの花火大会もずれるかな、ね、っていう今ね、うん、お話をちょっとお伺いしたので、うん、多分どの花火大会もそれぐらいのシーズンになると思う、うん、情報はきっと入ってくるでしょうから、はい、一応足立区の花火大会は5月の30日の土曜日、はい、ということですので、こちらで訂正させていただきます。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、はい、後半ですね。はい、後半は、はいはい、どうしていきましょうか。はい、前回の、はい、放送で私が竹を切ってた動画ありました。ありましたよね。ありましたよ。あの竹を使って、はい、流しそうめん台作りました。え、あの時は竹を切ってただけですよね、うん、そうなんです。あそこで作ったわけでもないんですよね。はい、あれを持ってきて、はい、持ってきて、その前に、うん、あの足立区にある足立メディスさん、メディス足立さん、はい、ごめんなさい、はい、メディス足立さんという老人ホームさんが、はいはいはい、あるんですけれども、はい、そこでなんか夏にイベントをやるっていうお話で、そこであいちゃんもやってみないみたいなお誘いをいただきまして、はい、で今までやりたかったことでもあったんですよ。自然素材を使ってみんなで楽しむみたいなことをやりたかったので、うんうん、あ、これはいいきっかけだなと思って、はい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 、春農園さんから竹をいただいて、おー、はいはいはい、やってみようと。なるほどね、はい、はいはいはい、思いましてチャレンジしました。すごい、え、何人かで作ったんですか。あ、そうです、うちの家族に手伝ってもらって。家族で。なんか本当ね、あの竹ってあの流しそうめんって流れていくので、うん、丸の普通竹で丸の状態で、はい、生えてるのを、うん、半分に、はい、割って裂いていって、うん、そうすると竹って節があるじゃない、はい、なんで節を抜いていかないと、そうだね、そうめんが流れていかないじゃん。なんでそうめんの、その、あ、そうめんじゃない、竹の節を、うん、みの竹のみ、のみ、どっち聞いても分かんなくなるの、うんうんうん、のみ、うんうんうん、で、うんうんのみね、あの削っていって、うん、みのはあの食べる、ね、お肉のね、ホルモンの、ね、ホルモンね、うんうん、好きだから、うん、好きだからね、うん、ついついみのの方出ちゃうけど、今日食べよう、みの食べるか、うんうん、そう、それのみを使って、うん、一人で抜こうと思って、うん、あの一応あのお父さんに手伝ってくれないかなっていうお話をしたら、そんなん手でやったら日が暮れちまうよって言われて、おえ、本当って言って、まあ、みんな家族で総出であの電動工具を使って、あ、電動工具で、はい、くり抜きをやったんだね。節は抜きました。すごい、やっぱり早かったね、うん、ヤスリみたいなのかけないと、はい、いかないですよね。あ、そうなんですよ。あ、やったことありますか。いや、あの、あります、あります。いや、それはやったことないんですよ。食べる方ね。うん、食べる方ね。食べる方なんだけど、うん、やっぱかかってないとね、そこに引っかかるんだね。じゃあ引っかかってたんだね。そう。あれがね、ストレスなんだ。確かに。引っかかると。流れてきてよって思うよね。楽しみにワクワクしてるからね。そうそうそう。そう、なんかその辺もちょっと、うん、あのお客様のことを考えて、はいはい、丁寧にやって、はい、
何回もこうチャレンジ、ね、挑戦してやったので、その時ちょっと作っせっかくなんで作った時の動画もね、短いのを何本か撮ってきたので、ここでお見せしたいと思います、はい、では1からお願いします。流し込んで、待って、あ、これ、今喋っていいんですよね。これ聞こえてますか、はい、聞こえてますね、うん、いや、そのさ、うん、急にこれだけブーってきてまずこうやってこれヤスリみたいな、さっき言ってたその節を削って、この工具が何者なのかは分かんないの。そうそうそう、分かんないのでもこれだったらこれで削れんだろうっつって、あの工具を持ってきてくれて、お父さんが、お父さん、はい、これで削れんだろうって、うん、ある程度のところはあのハンマーでぶち抜いて、本当にボコってまだしてるところだけこういうので削って、うん、まずいきます。これが何だかは分かってないと。はい、あのフォークは何だか分かってません。はい、で、はい、次ですね。次いきましょう。2ですね、うん、いやあ、いやいやいや、無言ねえじゃんさこれ無言です無になるんですよ。いや、そうだけどだけどもですよ、はい、動画ね、すごいよ、はい、この最近流行ってるじゃないですか、あの音だけをさ、AM なんとかみたいな、ね、なんとかっていうマイク、うん、高性能マイクで、はいはい、あれみたいだと思う、ある意味あれずっとやってたら気持ちいいかもしれない、耳元で。確かにねじゃああれは何をあれはせっかくだから竹の器で食べていただきたいなと思って、お、竹の節に近いところをカップにして。そうか、はい、でもあの口とかさ、もし当てた時に、うん、あの刺さっちゃったら嫌だなって思ったので、はいはいはい、あの優しい紙やすりで、優しい優しさが出てたところですねこれは、はい、紙やすりで、はい、あの角とか取ったりとかをしてるところ。いいね、竹のでしょ、いいねいいね、全然ね、器があるだけで、うんうん、全然雰囲気変わるんですよ。わかる、いいね。今度食べますか。食べるだろあるんでしょ、だってあるんです、セットあるんで。セットあるんだよね、はい、それ持って、はい、山さんちの庭でやろう。あ、やろうちょうどあの草むしりもそうだね、終わったところだから、はい、やりましょうよ。そんな感じですよ、はいはい、ぜひやりましょう、持ってきますよ、はい、で、次お願いします、はい、3ね、あ、これ完成っていうか、まずこれ足も、あ、はいはい、細い竹をぐるぐるって巻いて、うんうんうん、束にして巻くと、うん、ちょっときついからそのまんまさなってんじゃん。それをぐにゃってちょっと足を三脚みたいに、うん、はい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 、トライアングルにしてやると立つんですよね。なるほど。で、自然素材にこだわろうと思ったんで、麻紐です、紐も。わあ、すごい、うん、こだわってる。そうなんです、全部自然に変える。なるほどなるほど。この上にあのレールのようにその竹が来るってことですか。その通りです、はいはいはい、そうなので、ちょっと高さをね、紐の高さを変えてあげて、そうかそうかそうか、はい、斜面を作って角度をつけないとね、そう、上げるとそこを流しそうめんが滑っていくっていう感じですね、うん、はい、で、次のじゃあ写真お願いします。あ、これメッディス足立さんで、はいはいはい、はい、あのやった時のお写真です。こんな感じでちょっと5メートルぐらいはあるかな、大人3、4人が並んでいける感じで、このメディサーズたちさんの屋上にサンクス農園、ベジモアサンクス農園って、あのこの CA 部でも番組を持っているあのしほちゃんっていう、高橋しほさんがあのやってるベジモアサンクス農園っていうのがあって、その農園で採れたプチトマトとかもそのまんまその場で取って流したりとか。なるほど、いいですね、はい、本当トマト取ってますよ、あの。そうなんです、そうなんです、はい、これもあの CM で番組持ってるジョガールさんっていうサッカークラブをね、足立区で。あ、そうなんですね、はい、やってるお二人なんですけど、あ彼らもあの器用に取ってるね、そうなんですよ、トマト。意外にトマトは ねいい感じ、いい感じですね、に取れてた、子供でも取れてた。すごい。でもね、次の動画で、はい、一番至難の技のものを流してみたんで、うん、ちょっと動画をお願いします。あー、
え、これ何？枝豆？枝豆です。お腹痛いでしょ。何をしてるの？いや、なんかやっぱゲーム性を高めた方が盛り上がるじゃん。なるほど、確かに。確かにだけど。で、あれはあのメディス・アダチさんの後にあれだけで終わらせるのもったいないと思って、はいはい、家族を集合して、はい、家族でやったんですけど。え、今のは？ファミリーです。ファミリー？はい。いとこたちとかね、集まって子供たちいるんで、はい、ファミリーを集めて枝豆流しを枝豆流し結構あと子供とかが喜んでくれるかなと思ったから、うん、そうめんとかお菓子とか流す、うん、あの枝豆とか流してたんですよ。ね、流せるものは流してみようみたいな、はい、うん、そしたらね、子供たち、私がやってるのを見て流す方がやりたいって。あー、まあそうか、そうなるんだと思って、うん、全然分かんなかったんだけど、確かに結局子供たちがもう全員流す方行っちゃっていいね。だからじゃあ俺受け側でいますよ。そうです、そうです、はい、大人たちが食べるみたいな最高なシチュエーション、はい、はい、感じになって、へえー、で、あの盛り上がりすぎて、うん、隣の人が苦情で降りてきた本当はすいませんでした。いやいやいや、確かに確かに。だから都会でやるっていうのはそういうあの問題があるので、はいはいはい、やる場所がやっぱ難しいね。確かにね、うん、確かにそうだ。で、公園でやっちゃいけなそうだもんね、うん、なんか、はい、いいのか分かんないけど、だって水道を使うしね。うん、そうだよね、うん、だからなんかそういうのがやっぱり都会、うん、大きい庭を持ってんだったら別よ、うん、山さん家とかね、うんうん、お庭あるから、うんうん、だけど盛り上がっちゃったら声出ちゃうから。声出ちゃうね、周りのさ、そういうのもあるし、うん、じゃあ言っとけばいいよ。何を？その、言っとくよ。あ、周りの方たちにね、そうそうそう、ご挨拶し、むしろご招待すればいいから。はい、まあまあそうですね、流しそうめん大会、はい、ご近所さんのコミュニケーションをさ、はい、高めていく。はい、じゃあそうしようか。きっかけにもなるじゃない、うん、じゃあそうしよう、うん、そうですよ。あの水の終わりが結構大変だったりしないですか？そうなんですよ。だから最後あそこのファミリーバージョンのやつは、はい、もうそのまんま外に一応受け口としてザル、はい、そうめん流れてちゃうから、はい、ザルはあるんだけど、うんうんうん、基本的に水はそのまま排水溝に行けるように、外に出したの最後。そうだよね、そうなんだよね。それ、その動線を考えないと。メディス・アダスさんの時は下に大きい70リットル の、うん、あのゴミバケツ、はい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 、っていうの、はい、バケツを置いてその上にザルを置いて、はい、もう水がいっぱいになりそうだったら一回止めて、ね、排水をあるところに流してっていう。予想大変ですよ。その通りです。そうですよね、さすが想像力がありますね、はい、いや一回そのさっき言ってた、はい、やった時に、うん、あのもうそこら中がびし水浸しになったんですよ。田んぼみたいになっちゃって、はい、それがあったから。そうだよね、あれ大変なんだよね。あれどうしてたんだろう、昔の人は。どうしてんだろうね。もういいのかな。そうかもしれない、長靴とか履いてやってるんじゃない。それね、そういうことだ、うん、土の上でさ。確かに確かに、そうだね。本当の土だったら、あ、でも水はけが良くなかったらすぐびしょびしょになるよね。いや、なるなる。だからまあ、うん、場所は考えないとやっぱりできないなって思いました。ね、うん、でもすごいね、一式持ってるって。ん？一式持ってるってすごいですね。はい、竹なんか部屋に竹がね、束になって置いてあるんだけどでも竹、あの皆さん、あのやっぱり自然のものなんで想像してほしいんですけど、うんうん、切って竹を切ってそのまま置いとくと色が褪せていくんですよ。あー、茶色っぽくなる、白っぽいって感じで、どっちかっていうと、はいはいはい、でやっぱり竹自体も水分含んでるから、なんかこの内側にカビっぽい感じで黒くなったりするから、それもやっぱりやるたびにはこう削って取り除いて。大変だね。そう、結構なんか処理が多分あるんだと思うんだけど、処理をしないと。そうかそうか、やっぱ1週間ぐらいしか多分命がないんだと思う、竹も。え、じゃあもうあれ、今のやつはもうあと 数日でというか。あれはもう結構やったの前なので。あ、もうダメ。一応持ってるから削ればできるけど、ね、見た目があの青々しい、竹って青々しいじゃん、うん、あの青々しさはないよね。わー、大変だ、そう考えると、うん、そっか。その青々しさとか求めずに本当にそれだけだったらいいけど、うん、はいはいはい、竹でそうめんやりますっていうんだったらいいけど、はい、いいけど、ね、まあ、気持ち的にはさ、あ、竹だってなるのさ、青々しいのもさ、確かにね、大事じゃない。確かに大事だね。そう、そう考えるとちょっとね。そっか、命はやっぱり自然のものは
人工物じゃないからこう朽ちていくっていうのも、まあ、一つ学びになりましたよ。確かに、うん、確かにそうだわ。いやいいですね。でもね、はい、すごい楽しかった、うん、やっぱ自然のもので遊ばせてもらうとかになると想像力を使わないと楽しさが増していかないから、その脳の体操にもなるね。いや本当そうだ、うん、これあの旅砂ではやらないんですか。旅砂にやりたいけどね。ね、うん、あそこであそこでドーンなって怒られそう水の外排水溝 あった気がするから、そこにねうまいこと行くようにできたらいいけどね。ちょっと先なんだよね排水溝通り挟んでる方が。そうかダメだね、うん、あ意外に意外にね多分難しいと思います。あそこででもなんかちょっと短くても流しそうめんみたいなのだったらね。あそうね、ちょっと面白いけどね、うんうん、それかもう本当に街を巻き込んでもう大々的にやっちゃうかやりますとかいう話になって、そうイベント化で確かにね、みたいな感じはいけるかもしれないけど、うん、なんか道路法みたいなのもあるんだよ。だからそうか都会はそうだね確かにっていうことなんで、はい、はい、ちょっと場所は考えなきゃいけないんですけど、ぜひ来年もやると思うのでその時には来たい方はぜひ。そうですね、はい、うん、そ流しそうめんやりに来てください。はいはい、ということで次のトピックに移っていきましょう。はい、次は、はい、私がちょっと最近自然遊びをうん、学んでて、はい、ただ楽しむじゃなくてちょっと学んでそれを生かして次も自分もなんかイベントとかをね、うん、やりたいなっていうふうに思っていて、知人のカラップさんっていう一般社団かな、はい、うん、のカラップさんっていう団体さんがこう遊びをもう全力でやるっていうのをテーマにしていて、うん、そのカラップさんが林業キャンプといって、はい、林業って木を倒す、あ、はいはいはい、そう体験を見せてもらうっていうのが入りながらのキャンプを開催して、うん、そこにお邪魔してきたんですよ。おお、はいはい。で東京都の檜原村っていう、あ、聞いたことありますか。はい、もちろんあります、うん、っていう場所まで行ってきて、うん、ちょっと全力で自然遊びをしてきたのでその時の様子もちょっといい、ね、お見せしたいと思います。はい、では動画写真お願いします、はい、あ、これじゃなかった。じゃあこれの話しますか。それは後ほどですね。カラップって書いてある写真ですね。いやでも自然の中に行くと本当元気になる。あ、これですね。お、これ写真、写真です。これは、これ川の中に石でプールを作って、その中にニジマスを放流して、人数分。え、その池のプールの中に、だから水はそのまま川の水ね、流れてってるんだけど、はいはい、その中にニジマスを放流して、ニジマス手づかみしないと今日の晩ご飯ないです。なるほど、なるほど。はい、で、手づかみしてキャッチしたとこです。なこれがプールなんですね。プールで、はい、自然のちょうど石で囲って囲われてここの中に、あ、なるほど、子供たちも必死ですよ。本当だ、はい、なかなか魚を手づかみってないですもんね。はい、だからもうすごいコツがいって、うん、やっぱなんか生きるを学ぶ感じしたね。なるほど、結構取る、食べるものを取るっていうさ、うん、作業がやっぱり、うん、そうね、しないじゃん、うん、普段しない、うん、だからすごい面白かった。で、次お願いします。あ、これね、これはもういただいた命を、塩を振って、はい、この焚き火みたいなところで、あ、そうですそうです、はい、ここのカラップの、スタッフさんが非番をしてくれてめっちゃ美味しく焼いてくださって、いや、いいですね、はい、じゃあ美味しくいただかせていただきました。はい、次お願いします。あ、そう、全力で遊ぶっていうのなんで、はい、子供たちと一緒に水鉄砲とか、なるほどなるほど、で戦ったりこれは川、川の中ですね、川ですね。でその川に身を任せてそのまま流れてったりとか、はい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 、もう川が想像以上に冷たくて、私いつも海じゃん、うん、だからもう水の冷たさが全然違うわけ。あ、そうなんだ、うん、かやっぱや山の方が雪解け水とかさ、そうかそうかそうか、はい、そういう水なんで、確かにこう太陽にぬくめられる時間が短いのね。すっごい冷たかった、すごくいい経験でしたね。
これは、うん、日野原村って言ってましたよね、はい、だから東京ですよね。東京なんですよ、はいはい、だから東京にもねこんなとこがあるんですよ ね、うん、ね奥多摩の方行くと結構こういうとこ多いですよね。確かに、うん、では次お願いします、はい、んあこれあ動画です。これは林業体験って言って木を切った後にこの皮を剥くんですよ。木の皮をね木材にするときに、はい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 、でその木の皮を剥く体験を。あんなになんかスルスルスルって剥けるんですか。そうなの、不思議だよね。不思議。なんかちょっと詳しいことはそれ合ってるかわかんないんですけど、うん、なんかこの水分を多く含んでる夏の時期っていうのは剥がれやすいらしい、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、じゃあこの時期やった方がいいんだ。そうみたい。わあ、そうなんだ。なのでなんか子供たちも、うん、まあ、端っこの方をヘラみたいのでね、うんうんうん、クイックイックイってこう幅を取って、はい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 、それをグイって引っ張るとこうやってきれいに剥けるんですよ、うん、なるほど。めっちゃ気持ちよかった。で、そうすると剥くともう水分含んでるからちょっとぬめってる感じの木肌なんだけどつるっとしてる、つるっとしてる、ぬめつるぬめみたいな心地いいね心地いい心地いいよね、はい、うんうん、感じの、はい、体験で、これもねやったことなかったから、はい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 、すごいいい体験だった、はいはい、こうやって倒された木が木材になっていくんだって、うん、いや本当ですね、初めてでしょ。知らないじゃん。知らない知らない。そうだからやっぱりこういうのって体験しないと生活のに関わることなのに知らないから、確かにやっぱ体験としてはすごい大事だなと。確かに、はい、この皮も何か使われるんですか。どうなのそれは。皮どうだろうね、乾かして何か火つける時とかに使うのかな、ね、それはまあ聞かなかったな。そうかそうか、うん、じゃあ次お願いします、はい、それでは、うん、大丈夫なんでこれ途中で、なんで途中で多分2本に分かれてたんだけどこれ1本だった。あ、そうなんだ。そう、ごめんごめん。いや、すごいね、あのすごくない？すごいすごい、あの瞬間ね、うん、いや、すごいよ。結構さ、怖いよ、近くにいると、うん、よくその狙った方に倒れるね。それはもう林業のね、いや、すごくない？方のもうテクですよ。いや、だって自然のものだからさ、途中でバキッとか なったりするじゃん、はい、多分すごいよ。あるもんね、たまにあのその木に挟まれてね、うんうん、あるある事故とかね。だけども基本的には倒れる方の倒したい方向に、うんうん、こう口みたいな、そうだよね、そう、受け口みたいなのをカットして入れて、うんうんうん、でそして反対側からまた行くとノコギリ、はいはいはい、はい、電動ノコギリ入れていくとこう倒れるらしい。うんうん、確かに。多分細かいことは多分もっとあんだと思うけど、うん、大雑把に言うとそういう感じ。確かに、うん、すごいな、あの倒れる瞬間ね。うわーって本当になるよね。いや、今僕動画見ながら同じ反応でしたなるよね、聞こえてないと思うんだけど、そう、おーって言っちゃってるもん、うん、そうなんです、うん、なんかこういうなんか素敵な、うん、なかなかできない体験をねさせてくれるカラップさんのね、はい、とこにお邪魔して、うん、これ最後ほら子供たちが多いんですよ、メインなんで。はい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 、で子供たちと一緒に全力で遊ぶ大人も。いや、いいですね、うん、なんか何かを教えるとかじゃなくて、うん、なんか一緒にやっていくみたいな、うん、感じの時間で、すごい勉強になりました。これはあのどうやって行くっていうか、うん、申し込むっていうか どういう形なんですか。そのカラップさんが企画を立てて、うん、そこで募集してる感じ。カラップさんの Facebook ページとか、はい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 、ホームページでも募集してるのかな。この時はあの身内だけでシークレットキャンプみたいな感じで、うん、表には出ないような感じだったはず。はいはいはい、であの声かけていただいて、うんうん、遊びに行ったんですけど、通常であればカラプさんのそういう予約ができるページみたいのがあるんですか、ね、そうですね、 Facebook ページがあると思います、はい、カラプさんで。でね、すごい素敵だったのはさっき林業の切ってた方いるじゃない、はい、であの方がよっちゃんさん、一番左の方ですかね、はい、一番左の方、はい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 、って言って最
最後にね、木を倒してちょっと私先に帰んなきゃいけなかったの、用があって、うん、そしてちょっと来てって言われて、うん、どうしたんですか、いいもの見せてあげるって言うから、はい、はいって言って行ったの。そしたらその重機、はい、その木を、はい、倒した木を運ぶ、うん、なんか大きい車、うん、みたいなところにそのなんとか林業みたいな、うんうん、自分の会社の名前が書いてあって、はい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 、そのロゴマークが書いてあったので、はいはい、でロゴマークのところになんかキノコみたいな、うん、目がついてるキノコみたいなのが丸の中にいて、はいはい、あ、これキノコですかとか言って言ったら、うん、なんだと思うとか言って、うん、これねとか言って、小玉なのって言われて、お、はい、僕はね、これを増やしたくて林業をやってるんだって言われた。へー、やばいと思ってときめいちゃってあら、うん、じゃあもうお嫁に行こう多分もう一人目はいらっしゃると思うんですけど、わかんないですけど、すいません、素敵じゃない？いや素敵ですね。そうか、だから今までって林業って木を切り倒すから、うん、なんか環境に良くないんじゃないかなって勝手に確かに思うじゃないですか、どちらかというと。そう、はい、なんかね、何も先考えないでバサバサ切って、うん、緑なくなって二酸化炭素を、ね、吸収してくれるとこなくなってとか、はい、そういうイメージしてたんだけど、小玉を増やしたいって言ってる人が木切るってことは、絶対その深く話聞く時間なかったんだけど、うん、絶対なんかそういう林業でこうバランスを取る、いやそうですね、はい、森のバランスを取るっていうことが行われてんだろうなと思って、うんうんうん、すごく感動しました。いやすごいね、うん、もっと知りたいなと思って。確かに、うん、小玉か、素敵ですよね、うん、いると思う。思う、うん、でも私も感じる、うん、いると目には見えないけど、見えないけど、ね、何かその神聖な人、うん、何かが住んでるんだろうな、うん、この森たちに、うん、森にって思うよね。それは思う。きっと多分ね、森にいらっしゃるから、うん、そういうのを肌で感じてるんだろうし、ね、そうですよね、間違いないわ。もうちょっと詳しく話聞きたいなー、ね、みたいな感じでした、うんうん、はいはい。そして、はい、最後、はい、最近の近況として、私フリーダイビングっていう、はい、うん、あのスポーツをたまにトレーニングしてるんですけど、はい、ずっとお休みしててフリーダイビングのトレーニングサボってて、はいはい、たんだけど最近復活したので、うん、ちょっとその様子を見ていただければなと思います、はい、写真ですね。こうやって、そう、あの漁船、葉山なんですけど、はい、葉山の海でこの漁船に乗ってちょっと沖まで行くんですよ。これも関東ですね。はい、そうです、そうです、関東で、はい、で、あの20メートルぐらい深度あるところまで漁船で連れてってもらって、はい、あの水面にブイを浮かせて、そこにロープを真下に張って、うん、そのロープに沿って真下に泳いでいく、うん、深さをあの潜っていくっていうのがフリーダイビングの基本的な、なるほど、うん、ざっくりした説明なんですけど、はいはいはい、そのいかにその深くまで自分のその一息で潜っていけるかで、耳抜きとかさ、うん、呼吸がどれぐらい持つかとか、うん、どういう蹴り方をするとか、うん、まあいろいろチェックしなきゃいけないポイントがたくさんあって、私はまだまだそのフォーム的なものは全然上手じゃなくて教えてもらってるんですけど、息継ぎというかは、1回のハッてのだけでいくの。そうです、そうです。じゃあもう、フィンだけつけていくってこと。はい、マスクと。その時のちょっと映像があるんで、はい、1回見てもいただけます。はい、最後なんか言ってましたけど。そうです、あのフリーダイビングって言って最後水面に上がってきたら、うん、その何秒以内にこの息がちゃんとブラックアウトしてない、
意識を失わない、ちゃんと意識はっきりしてますよっていうのを示すために、なるほどなるほど、呼吸をまず整えて、はい、マスクを外して、はい、I'm OK って、ああ私大丈夫って言ってる、はい、ってことまでが一セットで、そこまでできたらホワイトカード、ホワイトカード、あの合格、あのちゃんと今のはこう正式に OK ですよっていうのが出るっていうような、なるほど、はい、やつで、最終的に大会とかに出るとそれをやるから、練習の時も一通りその慣れるためにやりましょうって言って、うん、そうか、それまでそれができなければ、要はギリギリまで頑張ってやってって、うん、上がってきて、うん、それができなければダメなんだ。意識が朦朧としてるっていうふうに、はいはい、何秒、その秒数があって、うんうん、その何秒だか忘れちゃったけど、はいはいはい、あって。はあ、なるほどね。そう、だからその意識がはっきりして戻ってきてます、私は、はいはいはい、っていうのを知らせるための一作業がある。なるほど。うん、あれは、時間にしてそのどれぐらいなの、その下まで行って上がる、うん、今のやつは多分私水中にいたら40秒ぐらいで、40秒、深さはあの時は 15m、 白い玉みたいのに引っかかってたじゃん、うん、あれを深さを 15m 取って、なるほど、 15m、 そう、一番下が 15m ですよって言われて、相当深いんじゃないの。ねえ、私からしてもまだやっぱりちょっと深いなと思うよ。いやいや深いでしょ、うん、深いえ、いや深いでしょ。でもほらトップ選手とかは今の 130m とかね、男性とか行っちゃうから、いやいや、まあまあそうですけどね、はい、一般的に普通の人がじゃあ素潜りしましょうって言ってスッて行く距離ではないよね。じゃない、 2、3m とかだもんね、みんなこうやってバーって潜って、ね、うん、3階建てとか4階建てとかぐらいで 15m って言ったら、うん、結構ある、結構ある、高さにするとね、横にするとそんなって思うんだけどね、うんうんうん、いや結構あるよ。そうだから、ああいうのを、まあ、日々練習を積み重ねて、耳の調子もそうだし、そうか、あ、これぐらいの距離行ったらあとこれぐらいまだ残ってそうだな、うん、じゃあ何メートル伸ばしてみようかなとかいう感じで、あれを最初はさ5メートルしか潜れなかったのを8メートルいけるようになりました、10メートルいけるようになりましたって言って、どんどん深さを伸ばしていく。なるほど、うん、あ、競技なんですか。競技、はい、競技か、うん、じゃあ出る、ゆくゆくは何か1回大会っていうか記録会は出たことあって、でも緊張しすぎて、うん、私楽しむためにやってるから向いてないなって思った。あ、じゃあなんでそのあまたスタートしたんですか。あ、だから大会に出るためっていうよりも、あのいかにその深く、あ、素潜りで深く行ける、うん、行った方がいろんなそのお魚とかそういうのは見れたりするからってことなの。なんか自分の大会には出るつもりないけど、自分のそのなんていうの、限界、はい、みたいなのを伸ばしたいだけ。へ、はいはい、ストイック。え、でも嬉しいじゃん、あ、ここまで潜れたとか。あ、まあまあそうか、うん、全然わかんない。あと静かな世界だから、私多分すごい静かな世界が好きなの。森とかもそうだしさ、静かじゃん、だから普段の生活がすごく情報とか音にまみれてる生活してるから、はいはいはい、水の中に行くとなんか心が静かになるのよ。なるほどね。その間は水の音しか聞こえないし、自分の体あとどれぐらいいけるかなとか、自分の体に意識が向いてるし、耳抜けるかな、だんだん暗くなってきたなとか、その感覚っていうのに集中できるから、その時間が好きなんだよね。なるほど、そうか、まあ、未体験ゾーンだからね。あ、そうですね、うん、よかったらプール練習一回、私スキンダイビング、ちょっといいですか。耳のあれがちょっと僕苦手なんですよ、耳抜きっていうか。あ、そうだよね、うん、それもそうだね、だからゆっくり練習するっていうのが、そうだね、そうだね、抜けていく感じの、はい、あれなんで、ぜひ、はい、時間向いた方がいいです。はい、そうですね、はい、来てください。でもう1分切っちゃいました。はい、今月、はい、旅するスナック8月22と29は、はい、あのマリシャ、相方のマリシャがいないので、はい、私一人で、はい、あのコラボで開催します、はい、詳細はホームページで発表しますので、そちらご覧ください、はい、で8月17日がウクレレ部、はい、土曜日なんですけども、はい、今月は8月17日第3土曜日なんですが、はい、来月から第3水曜日の19時半から21時まで、はい、夜になるんですね、はい、夜に、はい、平日の夜に変更になります、はい、9月18日です、はいはい、ということなので、こちらチェックしてみてください。また来月お会いしましょう。ありがとうございます。